断熱材をとりあえず上げるだけ上げます。はい、ゾロです。今日のやつはまあこれ天井に行きましたね。でやっぱり夏はこうめまいと頭痛がするほどクソ暑く、冬はもうまためまいと頭痛がするほどにクソ寒いという、この天井裏どうにかしないとやってらんないんですよね。でですね、まあこの物件はまあいろいろ複雑なバックボーンっていうかいきさつがあります。だからこそ東北の物件のくせにですね、あの断熱材が1枚もないという築古の仕様となっております。断熱材がないくせして、水道管が通ってたり、なんか中途半端なあの住宅というか小屋みたいな感じになってますね。まあでその中でも一番やばい天井裏をちょっと断熱材敷こうかなって思ってですね、このマグロールですね、アウンワークスだったかな、で買って、まあコスパがいいので買って天井に持ってきました。まあこちらこちら担いで登りましたわ。あ、一本ぶつかってか。あ、登れねえ。いや、どうしよう。多分この最後の一歩がきついから。まあ、かなりね、まあ、ウェアラブルカメラ買ったんで、それの動画も、動画っていうか映像も織り込んでいこうかなっていう感じです。で、ビデオなんとかコラージュっていう、なんか2分割画面でやる編集あるんですけど、あれは今の僕のパワーディレクターではできません。はい、課金しないとダメらしいんで、まあ、それは諦めます。まあ、こんな感じで、えちらおちら担いで、今、外じゃないや、天井裏に着きました。まあ、大体22メートル ×5 なんで、まあ、約112メートル、110メートルですね。まあ、なかなかいい重さでした。ウールとはいえ、まあ、軽いっちゃ軽いんだけどもね。で、まあ、今、天井裏で、これを全部天井裏に敷く手でいたんで、まあ、どうやってこれを敷こうかどうかを迷っている最中ですね。この後に一番こう絶望ですね、これを襲ってきました。今上げてるのがですね、納屋から持ってきた、板ですね、2センチくらいの厚のある板ですね。これを上に持っていけるか。今からだ、ちょっと。まあ、2枚なんでかって、大体はいけそうかな。どう、いけそうかな。あとはこれ強度どの程度のものなのか。
まあ、取っ手が多いんですけど、これ針と針の間に渡して、それこのなんか架け橋とか、ギリギリだね。上を、ああギリギリいけるか。あと余裕でいけるな。ネザーマーク、うまっ。こっち。こっちだな。逆だ。やっぱ強度の問題。ああ、でもすごい。よし。お、行くな。よし。よし。じゃあどうしようかな。どうしようか。このロールたちを先に持っていくのか。それとも、持っていきやすい、あのヒラヒラのやつをもう敷き詰めちゃう、敷き詰めていくのか。まあ、これでいいわ。いや、ちょ、今日怖いからもう今日これ終わりでいいや。わー、なんだこれ、邪魔。はい、今は登ったところっすね。これ邪魔だな。怖えな。これ切ろうかな、邪魔くさいから。電気工事屋のおっちゃんはこっちからこう登ってったってことだな。あれ引き込み線だもんな。でもこれ危ないぞ。あ、怖い。はい、動画の順番がですね、まあ、前後しているのかなっていう気がしますが、まあ気にしません。まあ、これが俺のクオリティなんで。でまあ、とにかくこれ困ったのは、上げたのはいいんですけど、どうやってあっちに持っていくかなんですよ。で結構余分なものがあって、まあ、ブラック&デッカーで結構切ったりもしてます。まあ、もちろんその、切っちゃいけないところは切ってないんですけど、これ、竿天井の上にこれ、マグロール1個ドーンって置いたんですけど、いや、なかなかいい、たわみ方してるんですよ。だから怖いんですよね。だからもう僕が、竿天井の上に降りようもんだったら、まあ、秒で抜けますね。秒？まあ、100分の1秒とかですね。で、これ、効いてないやつがあるんですよね。だから、これも邪魔だから、ちょっと切っちまおうかなと思って、これ、切ろうとしてますね。でも、そしたら、こう、運よく、なのか、運が悪いのか、バッテリーがちょっと切れ始めましたね。それで、パワー不足で、まあ、切れませんでした、これ。まあ、これ、ちらおっちら、こう、一番、奥からマグロール敷いていけば、まあ、最初きついけど、どん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 こう、手前に、出口に、近づいてくるから楽になるんじゃねえかと思って、それでやっていました。でもね、マグロールこれ、二つ持っていくだけでも、かなり、きついっすね。で、何がきついかっつったら、これ、天井裏入ったら、こう、くしゃみと涙が止まらないんですよ。ハウスダストでしょうね。まあこれちょっとまあ倍速で回してるから分かりにくいですけど、ヘッドライトのところにこう粉みたいなのがこうチラ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 見れると思うんですよ。だからかなりこう舞ってますね。ホコリが。で、この家の屋根裏ってなんか通気性がめちゃくちゃいいんですよ。
通風口から風がめちゃくちゃこう床下もこの小屋裏も抜けるんで、なかなか湿気が溜まってるわけじゃないんですよね。むしろ逆にパサパサに乾いてるんですよね。だからカビてるわけでもなく、なかなかいい小屋裏だと思います。普通はこう換気不足でカビが生えたりするのが普通なんですけど、これはまあこれでいい物件なのかな、築古にしてはみたいな感じっすね。いやでもまあ、この板を渡しながら板の上をこうケツで滑りながらっていうのはなかなか難儀っすね。すげえ怖かったし。はい、今日は4月15の金です。ああ、いや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 。ちょっと今ね、もう今日これでいいかなと思って、結局何も進まないで終わりました。はい。なんで進まないかっつったら、竿天井っていうらしいよ、この天井。あ、ちょっと福島の、福島にあるね、ゲストハウス、シェアハウスやってる大工さんにちょっと相談して、これどうやったらいいっすかねってちょっと思わず DM でさ、聞いたんよ。どう頑張ってもね、そこが、これ、抜けるからさ。まあ今ね、これ、断熱材上げただけなんだけど、じゃあ8畳間から先へ行けないんよ。8畳間が絶対に、弱いんだよ。足を、俺の体重85あるけど、そこを85キロの人間が乗れる場所がないんよ。8畳間のど真ん中だけ、梁はあるんだけど。なので、まあ、今俺が出した結論として、この板2枚重ねだったら、この梁の間隔を、俺がえっちらおっちらこう、ハイハイしながらでも、座りながらでも移動できるんで、こうやって、地道に地道に、運んでいこうと思います。断熱材。なので、ちょっと、計画変更で、去年ね、シェアハウスの大工さんがやってるシェアハウスから、なんかね、建築材とか分けてもらえて、で、それをまだ使えずにいるんだけど、で、最後まで使い、あんまり使わないでおこうと思ってた、グラスウールだね。こういうやつじゃなくて、縦に長いやつね、一枚一枚入ってるやつ、ちょっとね、あれから運ぼうかなって感じ。さすがにね、持っていくのがしんどい。しんどい、これは。なんで多分、何から使うかっつったら、できればね、敷きやすいやつはね、ああいう端っこの、もう棒でつついて、断熱材を敷くというよりかは、断熱材落としても、そっとしておくぐらいのところ、だけにしか極力俺使いたくなかったんで、多分それをえっちらおっちら持って上がります。なので計画変更で、だいたいあっちからそうだなあ。ヘッドライトないから暗いね。理想は、これをね、二つ持ってって、もう8畳間までは断熱材敷き終わるっていうのが理想なんだけど、そういうわけにもいかないから、ちょっと3つ持ってこうかな。とりあえずはこのロールを3つ持ってって、向こうから、敷き始めて、だね。そんな感じで、一番向こうからこっちへ来ようと思います。もう今日は疲れたっていうか、もう怖い。ので、また明日やっていきます。まあ、初めての床ってじゃない、天井裏でしたんで、断熱しようと思ったら、まあ、断熱ができないとか、かなりこう断熱するの難しいなっていう感じでした。天井断熱するにも足場ないし、まあ、これまたどうしようかなっていう、まあ、途方に暮れた回でしたね。こんな感じで頑張ってます。バイバイ。